まあ、今コロナ大変問題になってますけども、はい、コロナウイルスにまつわる偽情報の蔓延で数百人が死亡していたと、はい、これニューズウィークの、はい、松岡由紀子さんという方の書いた記事なんですけども、はい、このほど発表された研究論文によると、はい、新型コロナウイルス感染症にまつわるインフォデミックが人々の生命や健康をも脅かしていることが明らかになったと、はい、これバングラデシュ国際下痢性疾病研究センター、オーストラリアのニューサウスウェールズ大学らの国際研究チーム。下痢性っていらないよね。そうですね、国際疾病で下痢性入れるちょっとなんかよくわかんないですけど、はいはい、この研究チームでは北米、欧州、中国、日本を含め、はい、世界85カ国25言語で2311種の噂や偏見、はい、陰謀論を特定したと、はい、そのうち噂が 89% と大半を占め、うん、7.8% が陰謀論、はい、3.5% が偏見であったと、はい、で噂は新型コロナウイルス感染症の疾病や感染、死亡率にまつわるもの、予防薬や予防策や治療法に関するものが多く見られた、はい、うん、予防策として高濃度アルコールの摂取がウイルスの消毒になるという偽情報がイランなど世界各地で広まり、新型コロナウイルス感染症の治療に効果があると信じてメタノールを飲んだ人のうち、うん、5900人が入院、はい、約800人が死亡し、60名が失明したと、はい、いやメタノールってあのメチルアルコールじゃないですか、はい、そうです。もうこれ普通に考えたらやらないですよね。そうですね、はい、普通やっぱ教育って大事なんですね。やっぱ教育、日本もいろんな邪説ありましたけど、うん、はい、やっぱ教育があるから激しいのはないじゃない、はい、そうですね、まあ何、もしそうだとしても健康を害さないなっていうのは出たじゃないですか。そうですね、まあ、日本でも出たのは納豆食べたらいいとか、あ、そうそうそう、セイロガン飲んだらいいとか、はい、花崗岩置いときゃいいみたいな、花崗岩置いときゃいいとか、なんかあとメルカリで売られてましたけど、もずく酢がいいとか、なんか別に健康になるだけだからいいじゃんっていうね。コロナに効くかともかく、はい、害にはそんななるものはなかったよね。そうですよね、今コメントにイソジンっていただいてますけど、はいはい、イソジンなんか可愛いもんですよね。そうそう、全然可愛いです。あれ飲むものじゃないから、はいはいはい、まあ、あくまでそのうがいをするものですから、もうどれだけ可愛いかと。そうです、全然イソジンなんか可愛いっすよ、うん、このただもうイランのやつなんで5900人入院してますけど、うん、はい、もっと飲んでるでしょうね。もっと飲んでるし、これはもっとあれですよ、うん、他の国とか、まあ、昨日岡山さんの放送やりましたけど、はい、キッチンハイターみたいなやつ飲んでますからね南米では飲んでる、飲んでるんですよそれ、キッチンハイターいや、それ仮に、うん、キッチンハイターがいいって言われても絶対飲まないじゃないですか。飲まないですよ。そうそう、そこですよ。そこがやっぱちょっとこう基礎学力があると、うん、ただアメリカなんかトランプですら、はい、消毒液を注射すればいいって本気で言ってましたし、ね、いやあれジョーク、どこまでジョークなのか、はい、分かんないですよね。そうもはや、あと何かの薬を飲んでたって言ったでしょ、マラリアかなんかの薬から、はいはい、マラリアの薬飲んで、はい、私は大丈夫だっていう2週間飲んでたっていう、うん、でも全然効かないですよって言ってました。そう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 、だからあれ国のトップでまあまあ稼いでる男ですらやってるわけですから、うん、日本人のその何、良くも悪くもこの知識とその自粛力っていうか常識力っていうのがあるんだなと思いますよね。でさらにインドでは、はいはい、インドでは SNS 経由の偽情報で多くの人々が牛の尿を飲んだり糞を食べたりしていたまたサウジアラビアではラクダの尿が治療に効くとする偽情報も出回った。他にもニンニク食べる、はい、温かい靴下を履く、胸にガチョウの脂肪を撒き散らすと予防に効果的、うん、などの噂が流布していたこれでも信じちゃうんですね、こういうの、ね、うん、なんか少なくとも体に悪い可能性があるものはやらないじゃない。そうですね、普通に考えて。いやこれ尿とか、うん、糞とか、うん、いいって言われても無理だよ、ね、飲まないじゃないですか、無理だよね、うん、もうもう藁にも藁をすがるような思いで、はい、やってたんですかね、うん、まあ、コロナが流行り始めの2月ぐらいかな、中国ではさ、なんだっけ、56度の熱いシャワーを浴びればウイルスに抵抗できるっていうのがあって、はい、結構低温やけどが、はい
流行ったっていうかバーってあったよね。その温度でいけるのかっていうのもありますし、はい、そのコロナの前に自分の皮膚が死にますよね、はい、そう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 。あとドライヤーで手と顔に熱風を30秒与えればいいんだとか、それも火傷しますよね。そうそう、とかあと、まあ、あのごま油を、はい、鼻の穴に入れるっていう鼻の穴に垂らすといいっていうなんでごま油なんだっていうのもあるけど、その辺ねやっぱ、はい、まあ、常識的に分かるじゃないですか。分かる。ドライヤーをそんなかけたら熱いでしょっていうのもあるし、はい、そのまあお湯、はい、お湯も熱いでしょっていうのは分かると思うんですけど、はいはい、ごま油鼻に入れたら相当臭いよいやごま油の風味はいいですけど、はい、鼻に入れるもんじゃないですか。そう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 。いやーきついよね。すごいな、常識が違う。まだ日本の卵酒の方がいいよね。あもしそうですね、だったらね、やっぱ科学的じゃないというか、はい、いやこれ科学以前の問題ですね。そうですね、こういう迷信の類い、やこれがやっぱり学力、基礎学力の違いじゃないかなという、ね、学力、うん、まあやっぱでもよ日本にもそういうなんか変なの信じる人もいるじゃないですか、うん、あいますね、なんか言ったことそのまま信じちゃうみたいな、はいはい、それはちょっと気をつけた方がいいですよね。体に悪いことだなと思ったら、うん、悪くなければやってもいいなと思うんですよ、うん、あの別にね、あの納豆を食うにしろ、うん、花崗岩も100歩譲っていいと思うんですよ体と関係ないから悪くはならないなと思うじゃないですか、はい、だけどやっぱねえ、その お湯を体にかけ続けるとか、うん、糞尿を食べるとか、糞尿を食べるとか、うん、それは悪いでしょと、そうですね、いうふうには思いますね。そういうところはちょっと日本人は素晴らしい常識を持った、うん、そうですね、はい、いやだから民族なんだ、こういう迷信を信じてしまう場所で、はい、なんかマルチ商法とかやったら、うん、めっちゃ流行るんじゃないかなという気がするんですけどね。いけるだろうね、うん、本当に。いやババジの国っていうのはありますからね、はい、商法やったら、はい、なんかみんな信じてそれやりだすんじゃないかなと、はい、そうですね、え、そんな儲かる話があるのっていう、それがいいのっていう、ね、うん、はい、これだっていうのを信じちゃう人いますからね、はいはい、競争になれるかどうかっていうのね、これはぜひ気をつけていただきたいなと、はいはい、この放送はニコニコ動画 YouTube オープンネックで配信しております、各チャンネルですね、入会することもできますし、お気に入りボタンみたいなね、登録ボタンなんかもありますので、無料で粘るんだという人はぜひ登録ボタンを押してですね、で入会するぞと、最後まで見るぞという人はぜひどっか居心地のいいチャンネルを選んで最後まで見ていただけたらと思っております。で Twitter、Facebook もありますので全部フォローしておいていただけたらと思っておりますということで、はいはい、もう今コメントに数年粘ってますっていうあの灰色の人がいるんですけどそんな粘らなくてもそうそうそう、もう何と戦ってるんだっていう、腹決めろや数年粘ってます、はい、もう意地でもやらないっていう、そうですね、はい、という方もまあいらっしゃいますけど、ね、まあ、途中まででも、はい、まあ、とりあえず見てくれれば、そうですね、はいはい、いいかなと思いますけれども、はい、もう数年間入ってないという方も、はい、ぜひこの機会に、ぜひこの機会に、そうですね、はい、入っていただければと。コロナによって変えていきましょう次回時代の転換点です、はい